エマヌエーレ・フィリベルト・ディ・サボイアは、イタリア王国の旧王家・サボイア家の一員で、源頭主の元王太子ビットオリオ・エマヌエーレ・ディ・サボイアの長男、最後の国王・ウンベルト・ニセイの孫である。イタリアの王政廃止に伴うサボイア家の国外追放によって、祖父と父が亡命していた、スイスのジュネーブで生まれた。2002年、法律改正によって、父と共に帰国を果たし、ベネツヤ公および、 ピエモンテ公の爵位、多い請求者として行動している。ピエモンテベネツィア公財団理事。16世紀のシチリアは治めた先祖と同盟だが、2世はついていない。1972年、スイス連邦ジュネーブ州ジュネーブで最後のイタリア王大使、ビットリオ・エマヌエレ・ディ・サボイアと、水上スキー選手のマリナ・リコルフィドーリアの長男として生まれる。 祖父母にあたるイタリア王ウンベルト2世と、ベルギー王女、マリア・ジョゼデル・ベルジョは当初ポルトガルに亡命していたが、後に、祖母マリアは息子である王太子ビットーリオを連れて、スイスに別居していた。父ビットーリオはスキーを通じて知り合った、スイス人女性のマリナリ・コルフィと結婚した。母方の祖父、レネリ・コルフィドーリアは、母と同じスポーツ選手で、アントワープオリンピックの水泳競技に、 スイス代表として出場している。また祖父は、資産家の女性と結婚し、クラッカーやビスケットを製造する、ドーリア社を創業して、経済的にも成功を収めていた。さらに家計的にも、金星ジェノバの上流階級を祖先とする有力な、イタリア系スイス人の一族ではあったが、それでも、名門中の名門である、サボヤ家と釣り合う家柄ではなかった。 事実上の帰遷結婚であったことから、一族の批判を受け、課長である祖父ウンベルト2世からも強く反対された。これに対して、父ヴィットーリオは、自身が課長を引き継ぐ宣言をしており、ヴィットーリオを課長として認めるかは、サボイアカ内でも、論争の対象となっている。一連の騒動に加えて私生活での逮捕なども、あり、サボヤ家はカリニアの派とアオスタ派に分かれて、 内紛状態に陥っている。多くの貴族家は、ウンベルト2世が、廃着までしていない以上、サリカ法に基づいて、先代君主の長男の長男である、エマヌエー・レフィリベルトの継承権を認めている。現在、サボヤ公の称号使用をめぐる裁判が行われている。父ビットーリオとの間柄は良好であり、父が過去に起こした銃撃事件について、 刑事裁判の結果を疑問視する記事が話題となった際、記事を掲載したメディアに民事裁判を起こすことを指示している。民事裁判が敗訴に終わった後、記者側に協力していた同じイタリアの没落貴族で、モナコ公の議鉄であるベアトリー・チェボロメオが、勝利はもちろん喜ばしいが、ビットーリオ・サボイアに対するものなら、 嬉しさも倍になると発言したことを非難し、ボロメオとツイッター上のアカウントで論争している。フィリベルトは、父からイタリア王大使の称号であるピエモンテ公に加え、かつてフランス皇帝及びイタリア王の地位にあったナポレオンが創始したベネツィア公という二つの爵位を除任された。父を支持するカリニアの派の当主後継者として十分な教育を受け、ルロゼを経て、 ジュネーブ大学で建築を専攻していた。一時は建築学者としての道を考えたとされるが、卒業後は銀行家として投資業などに従事した。サボヤけ投手の入国を禁じる法律によって、一族の帰国は許されていなかったが、イタリア国内ではメディアを通じてしばしば姿を見せる機会があり、国内での一般的な知名度は低くない。サッカー好きであることから、 イタリア国内のサッカー事情についての番組でゲストに呼ばれることも多い。ファッショナブルな姿でメディアの取材に応えるなど亡命王族というイメージから想像されるかい雰囲気とはやや異なるライフスタイルで知られている。私生活面でも同じ亡命貴族ではなくフランスの女優、クロティルド・クロウと交際して結婚した。二人の間には現在までにビットリアとルイーザの二女が生まれている。 実業家としては、自らの投資会社を持ち、収益の一部を、ピエモンテベネツヤ公財団を通じた、文化保護活動や、ギニアでの学校建設などの事前事業に寄付している。文化保護については、スイス時代を共にした祖母マリーア・ジョゼデル・ベルジョからの影響であるという。多い請求者としても、活発に行動しており、亡命生活を綴った、祖国を夢見てという伝記を執筆したり、 イタリア国内の応答派への働きかけなどを行っている。他に航空機パイロットとしての免許を取得しており、ヘリコプター操縦の資格も保有している。チチビットーリオと共和国の議事堂を視察するフィリベルト二千二年、反乱の先導など国家試験の散脱を求めないこと、国内で貴族称号を用いないこと、イタリア共和国憲法を承認することなどを条件に半世紀を経て、 サボイアケ党首のイタリア帰国を許可する議案が議会で可決された。幼少期に亡命を強いられた父、ビットーリオ・エマヌエールと共に、エマヌエーレフィリベルトは初めて一族の故国に足を踏み入れた。以降、イタリア各地の応答派組織の会合に出席するなどしている。2007年、エマヌエーレフィリベルトは、イタリア共和国政府に対し、 王政廃止時に没収した財産の返還や国外追放による商業的損失の保障を求める裁判を起こした。総額1億7000万ユーロに及ぶ請求に対して、共和国政府は国外追放時の法的処理に問題があったのは事実として一部の支払いを検討するとコメントした。2010年、イタリア歌謡曲の祭典サンレモン楽祭に出場したことで、 大きな話題を集めた。フィリベルトは祖国への傍教を込めて愛国歌を歌い、君主制への拒否感を持つ層からは強いバッシングを受けた一方、視聴者からは指示票が集まり、最終的には2位に選出されている。またダンスコンテスト番組、星と共にダンスを、に、ロシア人ダンサーとペアを組み出場し、プロのダンサーを巧みにリードする高い技術が、 審査員に評価され優勝した。以後、国民やメディアからの注目が高まり、冠番組を持つようになるなど、歌って踊れる王子様として、タレント的な活動を本格化させている。バラエティ番組、王子は、初心者では、人手不足で困っている人たちを助けるため、世間の仕事には、うとい王子が様々な職業に挑戦している。これまでに、ピザ職人やガラス清掃員、 漁師、スーパーの店員、ドッグシッターなどの仕事をこなし、そのドタバタブリが人気を獲得している。日本テレビで放送されている1億人の大質問笑ってこらえて、イタリア支局の取材にも応じて、スイスにある豪邸やトリノのサボヤ王家の王宮群を紹介している。2015年には国営放送のライウのチャンネルで放送されるフィギュアスケート番組に、 レギュラー出演しており、ジェニファー・ウェスターとアイスダンスで共演もしている。自らがプロデュースする、服飾ブランド、イタリアの王子様を展開するほか、映像制作、食料事業に進出するなど実業家としても、活躍の幅を広げている。2016年、プリンス・オブ・ベネツヤ・フード・トラック社を、アメリカのロサンゼルスに設立した。壮悪な料理が提供されることも多い。 フードトラック事業に参入し、本場のイタリア料理が手軽に食べられることを目指している。2018年に発生したポルチェベーラダカカ教の放落に対する義援活動など社会貢献にも取り組んでいる。2005年、帰国直後に自身が代表を務める政治団体を設立するなど共和制での政治参加に意欲を見せている。2008年、 同年の総選挙に無所属で出馬したが、政界入りを支援していた政治家や企業家に相次いでスキャンダルが起きたことでイメージを損ない、応答派や国粋主義者の票を集められず落選した。2009年、イタリア中道連合に所属して欧州議会に出馬、今度は約2万票を得たものの当選には届かなかった。から長い年月が経過しており、保守派、 極右の中でも大勢復古派の政治運動が乏しいことも影響している。イタリア統一君主主義者民主党の解散以来、議席を得た応答派政党は存在していない。こうした点から、ハプスブルク家のオットーフォンハプスブルク、サクスコブルクゴツキ家のシメオンサクスコブルク五月のような政界進出は時期尚早とされていたが、芸能や事業での成功もあって、 国民の間での評価は徐々に高まりつつある。2018年、ミラノの日韓紙、リベロの調査によれば、イタリア国民の1割程度がフィリベルトの即位を支持しており、選挙での得票力を期待する声もある。自身も十数年振りとなる、政界進出への試みを否定しておらず、イタリア君主党の復活を検討していると声明した。 五つ母子運動や同盟など左右ポピュリズムの対等を批判し、保守系に加えてリベラル系を中心に支持を集めている。フィリベルトは、衆議政治を抑止するために立憲君主制の復権を掲げ、共和制移行後のイタリアは、君主制を悪魔的な存在としていたが、大統領より超党派的な行動を取れる君主は、議会監督者として最もふさわしいとしている。 基本とすべき君主として、エリザベスに世への敬意を表明している。2019年、本命を続ける、イタリア政界について、この馬鹿げたバナナ共和国の政治家たちに嫌気がさした、何百万名もの国民からメッセージをもらっている。私は何をすべきかと Facebook 上で問いかけ、ビバサバヤ、といった返答が相次いだ。エマヌエー・レフィリベルトはサリカ法に基づいた。 サボイア家の長子相続法により、サボイア家の課長及び、一族の請求権のすべてを引き継ぐ立場にある。イタリアの王党派は、エマヌエーレ・フィリベルトを、イタリア王大使及びピエモンテ・ベネツィア公の請求者として認めているが、先に述べた、一族内の内紛により、クロアチア王及び、アオスタ公の請求者である、アメデー・ボディ、サボイア・アオスタとその子息であるプリア公の請求者、 アイモーネディ、サボヤ・アオスタが、サボヤ家の課長権を請求している。アメデオは、ウンベルト2世が、既遷結婚に反対していたことを理由に、課長権の移動を主張し、自身が正式な党首として、ディ・サボイヤの加盟を自称した。2006年、両者の間で正式に裁判が行われ、共和政下におけるイタリア法の爵位継承に関する、見解が注目された。2010年、 アレッツオ裁判所は、エマヌエーレ・フィリベルト側の全面勝訴の判決を下し、アオスタ家のアメデオとアイモーネの親子に対しては、サボイヤ家当主の仮名を名乗ることを禁止した上で、賠償金5000ユーロの支払いが命じられた。敗訴によりアオスタ家は、ディサボイアを仮名として使用できなくなり、自称は再び、ディサボイア・アオスタに戻されている。2011年、アオスタ家は、 判決を不服として上訴した。現在イタリア国民で、王政復興を望む国民は15%に止まるが、その大半は、フィリベルトの即位を支持しており、応答派内での支持は高い。CEDRE レモネスクリージュ、CEDRE レロヤウメディ、イタリー、ボリューム、アイパリ、1992。 ピアニッシモ、89から93。フレンチ、イシュンで993から3964。AB a なナケイ、ニコラス、ラディ・センディンスでマリエ。テレーズ・デ・ハップスバーグ、ICC、パリ、1996、P213。ABC エイナケイ、ニコラス、ラディ・センディンスでマリエ。テレーズ・デ・ハップスバーグ、ICC、パリ、1996、P204、ィンセント・メイラン。 ドゥックディ・オストウ、ドゥックでサボヤ。ポイントデビュー、79。ベアトリー・チェボロメオ、エル・アゾテ・デ・ロース・サボヤ・ハット、ビグラフィア・フィチャーレイ・デ・マヌエーレ・フィリーベト、ハット・フィル・スチュワート、ロイター、フォール・ン・サボイ・ロイヤルズ・シーク・ダメージズ・オーバー・アイタリー、エグザイル。2008年10月6日閲覧。プリンス・オブ・ベネツヤ・ア・フード・トラック・フィリベルトの公式ウェブサイト内。 イタリアン・キングス・グランド・サン・ワルツ・ズ・バック・イン・トゥー・ポリティックス。ザ・ガーディアン、httpww.gardian,co, UK, ワールド ,2009, エイプリル ,29, エマヌエレ・フィリーベト・イタリー・ヨーロピアン、パーラメント2009年5月2日閲覧。ラン。ABC エマヌエレ・フィリーベト・ディ・サバイア・ペンサ。 エえウンパーティとマナーキコインイタリアハットエマヌエーレ、フィリーベトプレンデインジーロソルビニ、ミリオニーディイタリアアニミキアマーノ、チェファチャーモン、ハフポスト、L.E.L.L.A.A.R.R.I., プリンチッピービトリオエイマンウェイレイディ、エイマンウェイレイフィリーベト D.I. サバイア・ビンカノ、L.A. コーザ・コントロアメデオ・ディアウスタ。ロイヤル・ハウス・オブ・サボイ、2011年4月13日、閲覧。 サバイア・エス・オー・ノー、ギリスタ墓地・ボチ、センテン・ツ・チェ・ビタ・イル・コニオメヤド・アメデオ。タタスポート、2011年4月13日閲覧。ノミネーション・バイ・ソブリンー・オールドナンス・ N15703 ・オブ・ファースト・マーチ2003。ありがとうございます。